皆さんこんにちは。今日はマニラヘンプヤーンでバッグを編みます。細編みだけのシンプルなバッグなので、かぎ針編みを始めたばかりの方でも編んでいただけると思います。大きさは縦約32センチ、横約 44.5 センチ、まち約12センチです。マニラヘンプヤーンのグレーとブラック、本革持ち手。今回このグレーっぽい両面カシミを使用しましたが、サイズが書いてないんですよね。測ってみると、サイズは直径が約9ミリで、足の長さは約7ミリでした。今回は編み地が薄いので、目安として持ち手の厚みくらいの足の長さがあれば十分かなと思います。これだと革の厚みよりちょっと長いので、もう気持ち短くてもいいかなと思います。こんな風に食い込むので、この長さでもできなくはなかったんですけど、あんまり打つとここに丸い肩がついちゃうので、若干短い方が綺麗に仕上がると思います。今回はちょっと NG が多くて、お見苦しかったら申し訳ございません。かぎ針は7号を使用します。とじ針、マーカー、ハサミ、かしめの道具も使用します。まず同じ大きさの楕円を2つ編みます。今回は作り目が43目、立ち上がりを含めて43目で、楕円を10段目まで編みました。43目なので1目は立ち上がり、1つは立ち上がり、両端の1目は3目ずつ増えていきます。で、間の直線は常に40目編んでいき、10段目まで編んできました。これをですね、同じ方向に重ねて、そこを二重にします。これで荷物が多くても安心、多い日も安心です。10段まで編んで、11段目で合体させます。同じ方向だと目も拾いやすいので、ここからぐるっと一周編んで、そこをくっつけたいと思います。まずだいたいこんな感じでざっくり留めました。それではここから一周編んでいきます。まず鎖編み一目で立ち上がって、根元に刺すんですけど、向こうの根元にも刺します。そして細編みを編みます。ちょっと緩めに編んだ方がいいかもしれないです。2枚通してるか確認しながら一周細編みを一目ずつ編んでいきます。
こんな感じで。ぐるっと一周編んでいきます。増し目はしませんよ。さっきまで散々やったからね。最後まで編めたら、引き抜くときに色を変えます。最初の細編みの頭に針を刺し、グレーの糸に針をかけ引き抜きます。鎖編み一目で立ち上がり、短い糸を編み込みながらひたすら細編みを編んでいきます。一周編めたら、最初の細編みの頭に引き抜きます。ここからもひたすら増減なしで好きな高さまで編んでいきます。今ですね、20段くらい編めました。20段くらい編んでこんな感じです。引き続き編んでいきます。肩こりや手が痛くなったら、しっかり休憩しながら編んでくださいね。形がしっかりしてきましたね。いい感じになってきた。カバンっぽくなってきた。底も分厚い。ここまで編めました。高さは約32センチぐらいです。ここで終わりにします。きゃー、かわいい。いい感じです。だいぶ大きくて、こうね、涼しげな感じですね。糸の残りはこれくらいです。結び目が一度もなく、とてもストレスなく編めました。グレーもぜひ追加で購入したいと思います。それでは最後に引き抜き編みをしていきます。まずここではなく、次の目に針を入れ引き抜きます。きつくならないように次の目にも入れて引き抜きます。こんな感じですね。繰り返しぐるっと一周引き抜き編みをしていきます。
一周編めました。ではここで糸処理分だけ残して糸を切り、チェーンつなぎでつなぎます。チェーン同士をつなぎます。あとは糸を裏に通します。こんな感じです。最後は糸処理をしていきます。糸をカットし終了です。バッグの本体が完成しました。スチームをかけて形を整えます。まず両サイドと中心にマーカーをつけます。大体の場所にざっくりこうやって折って決めました。目数を数えて2で割ってもいいし、大体の目分量でもどちらでもいいと思います。まずサイドを決めてからこうやって合わせるとセンターが割り出せます。こうしてセンターを決めます。こうやって広げた時に、ああ、カメラに入りきらずすみません。楕円の中心にマーカーがついていれば問題ないです。こうやって覗いた時にこう、楕円の中心にマーカーがあれば OK です。続いて持ち手をつける場所を決めます。それぞれにマーカーをつけました。持ち手はここにつけようと思います。真ん中から13目目につけています。持ち手はお好みで自分のつけたい場所にこうやってつければいいと思います。私はだいたいこんな感じがいいなと思ったのでここにしました。で、ちょっと革でするには抵抗があったりする場合は、長い楕円を編んで縫い付けてもいいと思います。ではここに持ち手を仮で留めていきます。木槌で叩く前の状態まで進めていきます。印をつけた箇所に差し込んで、裏からはめていきます。今回ちょっと革がごついので、この足の長い方を表から入れて、短い方でサンドイッチして、このように手でカシメをはめていきます。こっちを裏から入れちゃうと持ち手の穴がきつくて入りづらいので、今回は表から入れた方がカシメが入りやすかったのでこうしました。まだまだカシメは勉強中なので、お見苦しくて
申し訳ありません。こんな感じで全部つけていきます。それぞれこんな感じで菓子目をはめていきました。それではいよいよ打っていきます。下敷きを敷いて穴に合わせて、この辺かな。そしてこの棒を使う、あ、逆だった。この棒を使ってこのようにそれぞれ打っていきます。バッグが完成しました。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。Thank you.